サッカームルシア自治州代表は、スペインムルシア州におけるサッカーの選抜チーム。スペインの一地方の選抜チームであり、欧州サッカー連盟や国際サッカー連盟に加盟していないため、UEFA 欧州選手権や FIFA ワールドカップなどの国際大会への出場資格はない。2005年に代表チームが結成され、スペインや中国代表チームで、 指揮経験のあるホセアントニオ・カマーチョが監督に就任した。12月になると各国の代表チームを呼んで親善試合を行うのが恒例になっている。2011年5月18日にはロルカ自身のチャリティーマッチとしてかつてカマーチョが指揮を取ったことのあるレアル・マドリードと試合を行い2から2で引き分ける大健闘を演じた。ムルシア自治州代表ブイリトアニアムルシア自治州。 代表 V エクアドルムルシア自治州代表 V エストニアムルシア自治州代表 V 赤道ギニアムルシア自治州代表 V レアルマドリード2011年5月18日レアルマドリード戦招集メンバーまたムルシア出身のペドロレオンがレアルマドリード側でプレーしたありがとうございます